来シーズン、戦うことを考えると、もう今から私自身、ワクワクが止まらないですし、広島の方たちと共に、そして全国のカープファンの方たちと共に、一丸となって頑張っていきたいと思います。松田和弘オーナー代行と共に広島市役所を訪れたカープの新井貴浩監督は、松井市長に就任の挨拶をしました。新井監督になってですね、すごくみんながね、明るくなったというかね、期待してるんで。カープは新井監督のもと、チーム一丸となって来シーズン5年ぶりのリーグ優勝を目指します。カープに期待する気持ちの大きさというものを感じました。どの場所に行ってもすごく歓迎していただけますし、皆さんのお声を聞くとすごく期待されているんだなというふうに思います。